文マヤ・マイヤーズ。え・ヘウォン・ユン。役・前澤明恵。おちびさんじゃないよ。イマジネーションプラス。私は家族の中で一番小さい。名前は天。まるで小さな天みたい。みんなは私のことを おチビさんで何もできないと思ってるんだでも残念でした体は小さいけどおちびさんじゃありません。だってなんだってできるんだから今日はね転校生が来たんだよ。名前はまる。まるくんはとっても小さいの。あたしより小さいかもしれない。 どっちが大きいかなと思って何度もそばに行くんだけど、まるくんって何も言わない。私が怖いのかなうちの学校にはね、いじめっ子がいるの。だからその子の近くには行かないようにしてるんだ。だけど、まるくんが声をかけられてる。嫌なことを言われてるんじゃないかな 昼休みになったら、まるくんの隣に座って、いじめっ子のことを教えてあげよう。それに、あたしの方がまるくんより大きいと思うから、それも確かめておこう。昼休みに食堂に行ったら、いじめっ子がこっちに寄ってきた。まるくんのところで止まっちゃった。どうしよう。いじめっ子は、 大人に聞こえないように小さな声でまるくんに言った「げえ気持ち悪いおいちびそれなんだよ」まるくんはうなだれて余計に小さくなったいじめっ子はね「あ分わかった赤ちゃんが食べるベビーフードか」なんて言うんだよ。 あ、はあ、マルくん。なんだか心臓がドキドキしてきた。それで私は大きく息を吸ってから言ったの。ねえ、それって意地悪だよ。そしたらいじめっ子は私のことをギロって睨んで、だからなんだよ、チービって言った。何それ。 ひどい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 よあたしはチビじゃない先生が近づいてきた他の子たちはあたりをキョロキョロしてからおしゃべりを始めたいじめっ子はあわててどこかへ行っちゃった先生がさあてんちゃんここに座ったら それで座ってお弁当をどんと置いて鼻から熱い息をふーって吐いた。ほんとにもうあたしはチビじゃないのにてんちゃん、まるくんが言うとあたしの名前は余計に小さく聞こえる。あの、思ったんだけどさ、まるくんはそこまで言ってから ずり落ちたメガネをキュッと上げたそしてはっきりと言ったの「テンちゃんって今まで会った友達の中で一番大物だと思う」「なーにそれ!」って言ったけどまるくんは笑ってないそうかなうんーその後 くんがにこってしたの。だからあたしもにこってした。それからどっちが大きいかなと思って背筋をピンと伸ばしてみた。そしたらまるくんが言ったの。てんちゃんのほうが大きいよ。みんなぼくより大きいんだ。あたしはまるくんと同じくらいの高さになるようにすわりなおしてから言った。 まあそうかもね。でもほんのちょっとだよ。